ホーエンパイセンベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す、町村。このかつての鉱山町は、プファフェン・ビィンケル地方の中心に位置する。ホーエンパイセンベルクは、アルプス先山地方にあたるバイエルン・オーバーラントに位置する。この町は、行政上、ホーエンパイセンベルク地区一地区からなる。この町の最高地点は、 コアーパイセンベルクさんの海抜988メートルの山頂である。ここからは360度の眺望が明け、バイエルンのリギあるいは、モン・パルナンススと呼ばれる。ここは、バイエルンで最も素晴らしいパノラマが見られる場所であり、人気のハイキングの目的地である。この山の古い別名を、モンドクトゥスといった。これは、気象学の研究に適しており、博士になぞらえたものである。 人口の大部分は山の南側に住んでおり、少数が西側にいる。北側と東側に住む者はごくわずかである。この町はアンマー川の左岸に位置する。アンマー川はこの町の南部のシュナルツと呼ばれる山海に流出する。この町は公式には17の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。パイティング、パイセンベルク。 ベッソブルン、ベービング。この町のランドマークである、巡礼教会1514年に、ホーアーパイセンベルクさんに礼拝堂が建設された。ショーンガウの上巻礼拝堂から先座された、聖母像が、この礼拝堂に祀られた。この像はすぐに、礼言新たかであるとの評判を得て、巡礼が行われるようになった。17世紀の初めまでに、第二の教会が建設された。 現在この教会は二重教会として運営されている。礼拝堂は教会堂の西側に、巡礼教会自体はその東側にある。この建築群は山頂に独特のシルエットを与えている。1525年の農民放棄の際には、ホーアーバイセンベルクさんでバイエル農民の公爵と信仰への忠誠の誓いが行われた。 周辺の何千人もの住民がこの山に集まり、難を逃れることができた。それまでは、オーバーシュバーベンの反乱軍が国土を行き来して、諸公領や修道飲料が荒らされ、焼き討ちされた。暴徒化した農民は、ネッセルバングに集結し、フィュッセン近郊からバイエルン地方を襲撃した。その数は2500人から2万人と研究者間で一致していない。 巡礼教会南の外壁の戦争記念碑と一体化している銅板は中世の誓いを思い起こさせる。オーバーパイセンベルク速攻所、ロッテンブーフ修道院のアウグスチの修道三次会は1604年から1803年の世俗化までこの山への巡礼を援助していた。山の霊源の礼拝堂にあるマティアス・ギュンター作の大きなフレスコは この巡礼道場がロッテンブーフ修道院に引き渡される場面を描いている。アウグスチノ会はこの山で最初の天文観測をも言っている。1781年以降、絶えず実用的な天文学的観測が続けられており、このことからこの山は世界最古の山岳速報所とされている。世俗化後は、はじめ主任司祭と学校教員が測定と記録を続け、 第二次世界大戦後はドイツ気象庁が気象観測を引き継いだ。修道士はこの山の上に学校も築いた。アウグスチの修道三次会員のプリムスコッホが国民学校を創設したのである。この学校は1802年4月に開校した。山の上の古い旧校舎の最も古い部分は1882年から1883年に修道士によって築かれた。 ブランダッハ地区にあるホーエンパイセンベルクの主行道後16世紀に、歴生炭の採掘が地域限定的に始められて、以後、小規模な炭鉱が営まれていた。1837年5月8日に、ブランダッハ地区に主行道を持つ州立鉱山が開設された。この鉱山により、町内に古い鉱道が作られた。1889年7月1日。 この炭鉱の基礎建て鉱が掘られた。石炭は、この基礎建て鉱を通って、パイセンベルクのティーフ鉱道にあった、先端上に運ばれた。ここを通るケーブルカーは1898年から1928年までの間に 3.6km の長さに延長されていた。1937年から1939年に、方円パイセンベルク駅に廃棄用建て鉱が掘られた。 これは1960年10月半ばには1150メートルの深さに及び、バイエルンで最も深い縦坑となった。パイセンベルク盆地での石炭採掘は1968年に、まずパイティングで、その後1971年にはパイセンベルクでも廃止された。政治上、この地域はパイティングに属していた。また、方援パイセンベルクは、 バイエルン選定綱領のミュンヘン会計局及びショーンガウ地方裁判所に属していた。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって現在の自治体が成立した。1972年まで現在の町域内を旧ショーンガウ軍と旧マイルハイム軍の軍境が走っていた。アイアーバッハ側がその軍境の一部を成していた。しかしその後、 この町は新しい軍であるバイル・ショーン軍の中央に位置することとなった。1976年4月12日に新たにホーエンパイセンベルクという町村が形成され、1978年に廃止された町村アンマーヘイフェの大部分がこの町に併合された。長域の東部が大部分がアンマーヘイフェに属していた地域である。2008年頃からこの町固有の資産区が 亡くなる歴代の第一町長は以下の通り、町議会は16議席からなる。町の南部をイルシェンベルクからマルクト・オーバードルフに至る連邦道 B472 号線が通っている。2009年から町の南を迂回するバイパスが建設されている。このバイパス道路はすでに完成しているパイセンベルクやパイティングからショーンガウまで延長されることになっており、 2013年までに完成する予定である。ハウプト通りは、かつては山の北側を通っており、特に潮の輸送に利用されていた。この旧塩街道は、バイエルンをルートビヒ2世も、ミュンヘンから方園シュ側ンウの城へ向かう際、当時の終着駅であったパイセンベルクからこの街道を利用した。この潮街道は、ベルヒテスガーデナーラントからアルゴイに通じていた。 1889年に山の南を通る現在のハウプト通りである修道が開通した。ホーアー、パイセンベルク山の南にはバイルハイムショーンガウ線の小さな駅もある。この路線には1時間ごとにバイエルン地方鉄道の機動車が運行している。公園パイセンベルクテレビ等、ありがとうございます。